僕もやたら言われるんだけど、ここにいちゃいけない。この遠心力とかエッジングで乗ってる感は満載なんだけど、じゃなくて体の向きがこっちにいなきゃいけない。抜け出せる気がする。ヘッドチューンバー。ヘッドチューンバー。伸びきっちゃうので内足に乗るしかなくなって内に切り上がってしまうとか、外はとにかくのことがあってくださる。